さあ二階手を叩いて足を踏み鳴らして、今日ありがとう、どうか良い人生を。生活力とか生きるために必要な力を楽しみながら、自分からこう意欲的に取り組めるっていうことがやっぱり一番魅力かなというふうに思いますね。もっと知りたい、もっと遊びたいって思う中で、事前に知らない間に子どもたちからすると力がついていくような形になるっていうところがすごく魅力だなって。森の神様を目指します。皆さん1メートルってわかる？これ1メートル、これは10センチ。材料はここに寝てる竹とかさ、木の枝、千立方センチメートルの円柱をね、作り出してください。センバルさん165だ、165。ここだけ1万見ないから、大体約6センチ。自然の中で遊んでる子どもたちの顔って私すごく好きで、6すでに嫌いだ。自分の意思で自分で楽しくてやりたくてやるみたいな、この子どもが自分で決めて自分で動いてるっていう、その感覚がやっぱり子どもたちにとってもいいことなんじゃないかなって。超ぴったり正式にやっていこうとすると、あとはここの径とか長さをどれだけ正確に測れるかって、計算はみんな合ってるからさ。算数はさ、こうやって森の中で家を作ったりとかさ、そういう時に大切だから、みんな一生懸命考え出したことある。こっちからスタートしても算数は。こっちながら、こっちに移ると、手前から出したいからそいつを出した方がいいから。いやいやいや、よいしょ、はい、ほい。すごい楽しそうでしたね。みんなこう伸び伸びしてて笑いながら、教室ではやっぱりなかなかあそこまで伸び伸びした感じは出ないかなって思うので。朝起きたら胸に手を当ててみる。やっぱほころびますね。来てよかったなって思うし、まだいつでも来たいなと思うし。